皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年8月の26日、14時38分。まあワンピースについての2位なんですけども、まあ海軍の大将キザルという方の顔が、その僕は神戸市立ホテルフルーツラパークで働いていた、まあ1998年だとか、まあ2002年だとか、まあ2002年にレストランカトレアの店長をしてたんですけども、まあキッチンにいた木原さんっていうご年配の方にやっぱり顔が似ていると思います。そう言われた動画の方です。眉毛がここ寄せて困った顔で、僕のホームページ、淡井圭介の履歴の方から、ナイツオブナイトが、まあ、ちょっと見てください。ごめんなさい。さっき確認しての話になるんですけども。みんなありません？自分が笑ってたら忘れてしまうでしょ。僕の立場言いますね。今裁判中なんですけども、高等裁判所がしっかりとね、事件は継続中ですって言ってくれてる。たまにコンピューターが押して言ってきて忘れさせられるかな。いや本当に読泉さんっていう方がいらっしゃるんですけども、ピアノを弾く方でね、動画で結構、アップロードされています。でそちらの方は、まあ、多分つぶやきしろうさんでしょ多分。でフルーツフラワーパークのそのレストランのキッチンで働いていた黒木さんっていう男性の方、僕より、まあ年上の方だったと思うんですけど、ナイトオブナイツでした。ごめんなさい、曲名ナイトオブナイツ。僕のホームページ、淡井圭介の履歴の、まあこの辺りなんですけども、ちょっと待ってくださいね。この65番よりも、上の方の欄に、おすすめナイトオブナイツバイオリンなどって書いてるんですけども、こちらの曲をですね、まあ編曲して、まあもともとそのシューティングゲームの曲をワンピースからどんどん離れていって申し訳ないんですけど、腕はね、やっぱりかなりお持ちのようですね。センスがいるんですよ。ピアノでね、そのユミンさんの方、ナイトオブナイツを、弾いてるんですけど、ピアノの音だけで、あれだけ良い曲を弾けるのは、いらない音を一切省いてるんです。ま、あの曲よりももっとそういうもの、もしかしたら弾かれる方が現れるかもしれません。だけども、現状考えられるあのレベルをなかなか出せる人はまずいません。他の楽器にどうしても頼ってしまうから、単独であそこまで弾けるようにまずなれない。まあ、その、ピアノを重複させて一人で二つ弾いて音を重複させてるのかもしれませんけども、まあ、まあ、バイオリンの方もそうなんですけども、まあ、バイオリンの方は他の音も使っていたと思います。だからね、ちょっとピアノだけであそこまでできる人っていうのがまずなかなかいらっしゃらないと思うんですね。まあ正直、そのもし黒木さんとそのヨミさんが、もうヨミさんでいいでしょ、同一人物だったとして、そのレストランカトレアで勤務してたキッチンの、もうどこにどういう人がいるか僕わからないか、どこ行ってもそうだから、本当にだから、まあ、今、どこにいらっしゃるのかが本当にわからない。いや、だからね、その黒木という名前が本名なのか。いや、だから、僕もね、名札不足って、ね、僕も、もうその名札でええわって言ってしまったことはあるから、その人材派遣会社の後輩で働きに来た人で、僕も忙しいから、
時間迫ってるから披露宴、仕事の方で、本当に。いや、もう、分かった、もう今なんだ、使う時間なんかないか。なります。今なります、2回言っちゃいます。来てます。人がこんなに忙しかったとき、テレビまで。まあ、ヨミーさんはね、まあ、とにかく今私の方で確認できるのは、しっかりとしたピアノのを弾くことができる方だということで、まあ、ワンピースの方もね、ああいうふうにね、一つの楽器だけで、今、音っていう言葉が自然に出て、いや、勝手に言葉が出てくるんですよ。ほんと自然に。勝手の意味と身勝手の意味って、本当は、今でこそは同じ意味にしてますけど、昔の漢字辞典見せてもらいました。勝手と身勝手、意味違うんです、本当は。勝手って、勝つ方法。本当に。勝手なこと言いやがってっていう言葉。勝手ばかり言いやがって。だから、先に脱いだ。何回も死にかけてるでしょ。あれだけ。死ぬ寸前まで怒った、絶対正当防衛通るはずや、相手多分死んないと思うって、最初から高いところから、誰か落とした、自分から落ちた、この人から分かるでしょ、さっきのその続きそのままみたいな、まさかの台湾負けた子カイド、職務台湾一番上か、社長か、平和で効果パートナーの番手、今真面目な声で電波でそうやねっていう子それ昔も教わったことあります。本当に社長は現場で全然働いてなくて、酒ばっかり飲んでたらどうなると、もともと不良漫画タイマンハローゼ言ってることが分かんない、職務タイマン会社で写真付きが張り紙に出されてみた、僕が働いていたね、シューバ株式会社なんか、一月に370時間働かせておいて、で、居眠り運転とか起こして、さあ、もうどちらかというと会社が悪いでしょ。370時間働かせた方が。で、それが、そういうことをさせられた人がね、他の店舗の人まで反省文とか書かされた内容、張り紙に。違うですよ。それは職務怠慢じゃないでしょ。職務怠慢の立場が違う、逆やん、会社の店長課長役員ですで、そのスマ店っていう店舗では店長が400時間、ちょ、あのね、あの人間体が腐りかけ始めてきたらどうなるかって行くかっていうと、黒く変色するんです。で、肌がね、朝黒くなってる人、明らかに長時間労働とかの勤務でもう死にかけが始まってますから、いや、それはね、介護行った時に
もう私が働き始めた頃にはもう自分から喋るような方ではなかった方で、お亡くなりになられた方がいらっしゃったんですが、左足が完全に、もう腐っていて、もう真っ黒になってるんですね。炭のようにね、真っ黒に。だからちょっとね、長時間労働は、気をつけて。ワンピースの、作者、スタッフの方たち、まさか、あれだけの発行部数あっても長時間労働させられます？スタッフの方たちとか。追い込みかけられます？それちゃんと自主防衛して、労働時間180時間以内に抑えなきゃダメですよ、本当に。いや、もういつ何があるかわからないから、最初から180時間ぐらいで抑えとかなかったら、一月の労働時間、いつ、残業あるかわからないから、最初からその計算にしておいた方がいいです。一旦はワンピースについてに、まあ、他にもね、イム様の件はさすがに話したでしょう。で、思い当たるところはね、まあ、また漫画借りてきて読めばいろいろわかるんですけど、学長 マゼラン マゼラン海峡 そこまでは普通 ほとんど海賊の話ですから 毒の まさか囚人の 腐った食料を食べさせました。 あんな子 もう言い出したらね、キリないんです。全部聞いて、ワンピース読みました。まあね、ちょっと真面目な話、ちょっと最後ぐらい混ぜておきますよ。最近のインターネットの画像で、シャンクスが初めの方に、ルフィに、麦わら帽子渡すときあるじゃないですか。あのとき一番最初黒着てましたっけ、上。黒い服なんか着てなかったですよね。着てましたっけ、一番最初から。ちょっとね、その辺がね、謎ですね。少なくとも画像で見ましたね。シャンクスが黒い上着を上から袖を通さないで羽織って、まあそれを羽織ると言っていいのか、まあ肩に乗せてるだけだと言った方がいいのかわからないですけども、麦わら帽子を乗せてるんですよ。だから黒を着せられるっていうのは、その法衣服という話ももちろんあるでしょうし、まあいろんな気持ちで見かけますからね、黒い服を着た人は。あれはもともと気持ちでふさわしくないですから。僕も黒を着せられた方ですね、2002年サンパレス空港勤務地に。あの時が初めて上下黒色 レストランカトレアで店長してた時は、ベストのままだったんですよ。もうそんなことで一日お金かけてたらダメだから 黒ズボンは自前の、もともとなぜ自前からで黒ズボンだったのかって言ったら、黒い学生服を高校生の頃着せられていたから 全部元たどった学校教育 ちょっとね、もう話これぐらいにして、この辺にしておきます。以上です。